明けましておめでとうございます。クワナインターナショナルクラブの長谷川です。クワナの七色コーヒーで、七色コーヒーって言っちゃダメだな。クワナの七色コーヒーさんでいつも国際交流イベントを2週間に1度日曜日に開かせていただいております。いつもご参加ありがとうございます。国際交流イベントは2016年から、やってますので3年目、今年で早い、はい。去年の8月から僕は実はヨーロッパのアイルランドという国に引っ越してこっちに住んでます。実はでイベント自体は僕長谷川とジェイソンっていうアメリカ人で2人でやってたのですけども、8月以降どうしても僕が参加できないということで、ジェイソンが1人で、イベントの方頑張ってやってくれていて、8月以降のイベントは皆さんがジェイソンに会いに来るみたいなイベントになっていると思うんですけども、僕ができる限りヨーロッパからこうせっかくこっちにいるので、こっちにいるっていうチャンスを生かしてどうやって皆さんに何か、プラスになることをできるかということを考えてやっていきたいと思います。で皆さんも僕がこっちにいるという機会を存分に生かしていただいて、質問だとかお願い事がありましたら気軽に私の方に DM など、お願いいたします。 Facebook、Instagram ですねに DM をいただければ僕見てますのですぐに返事いたします。アイルランドって何がありますアイルランド。ギネスか、ギネス、ギネス、ね、あの黒いビール、ギネスとあとウイスキー、ジェームソンってやつとアイリッシュコーヒー、アイリッシュコーヒーあのウイスキーが入ってるコーヒー、七色コーヒーさんでも飲めますのでね。緊張しますねこれ、動画自分に向けて撮るっていうことを初めてやっているんですけど、これ後で自分で見てすごい恥ずかしくなるんだろうなと思いながら今やってます、でも今年は本当こうやって皆さんに近いところにもっと近づいて楽しくワイワイできたらいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。七色コーヒーさん、いつも僕不在な中イベントを切り盛りしていただいてサポートしていただいて本当にありがとうございます。8月から、皆さんのお顔を拝見できてなくてすごく僕寂しい、嘘ですけどアイリッシュコーヒー、さっき動画の中でアイリッシュコーヒーが七色コーヒーさんで飲めるかもみたいなことを言っちゃいましたが、もしなんかそういう声があったらちょっとよろしくお願いします。クワナに七色コーヒーさんっていうすごい美味しいおしゃれなカフェがあるんですよ。ある。七色コーヒーさん、そう、クワナの駅の前にドーンってあって、その、駅の前の電光掲示板のついてるビルの2階にあるんですけど、ということで今度日本行った時一緒に七色コーヒーさん行きましょう。行きたいです、行きたい行きたい。もう本当に絶対楽しいんで、イベントも一緒にやって楽しみです。楽しみ、クワナ行ったことないから絶対行きたいです。三重県はクワナ、三重県はクワナ行きましょう、はい、ではまたよろしくお願いします。